政次郎伝承郷料理、今回はですね、これも梅の、はい、ドレッシングですね。はい、はい、前にうちで料理教室でやった、はい、あのささみとひじきの梅肉酢菜ですね、はい、それにも応用できます。はい、今回はですね、まず梅干しですね、はい、これ順番に入れていってください。はい、梅干しをもうここへ出すと、はい、そうですね、はい、これ何グラムでしたっけ。これ40です。40ですね、はい、その数 18% あ、そう、これね、結構しっかりした塩分の18使ってますんで、40入れますけども、はい、8% とかやったら60になりますね。はい、はい、8% 用意してたんですけどね。あ、そう、ちょっとね、事故がありましてね、事故を起こしてしまいましたね。ひっくり返してしまったわけですね。はい、それで急遽自家製の梅干しになりましたね。はい、18% ね、 10% もアップしましたね。これね、梅肉よくこう吸っていただいて、はい、8% だったら本当だったら 60g でよかったですね。そうですね、18%になったから40g。そうです、はい、これよくすりつぶしたら、はい、次にお砂糖いきましょうか。はい、砂糖ですね、はい、これが 60g、 60g 入ります、ね、これね、本当はね、先生ね、半分の量でレシピ作ってくださってたんですけど、そうそうそう、はい、今日はね、ちょっと、うん、多めに、はい、生野菜たくさんあるので、はい、生野菜にももちろん使えますし、もう万能ですよね。はい、はい、次行きましょう。はい、そしたらこれ醤油、醤油、醤油を、はい、12g です。 12g、 薄口ですね、はい、これ薄口です。薄口醤油です。はい、12g。 はい、はい、米酢です。米酢いきます。米酢が 72g です。 72g、 はい、入りました。はい、120g です。 120g、 はい、入れてください。はい、入ります。はい、あとはね、これ泡立て器とかでボウルに移してバーッとこう混ぜていただいた方がいいんですよね。ああ、なるほどね、はい、梅さえ潰れてしまえばね。そうです、そうです。よくドレッシングを作る用のシェーカーみたいなのも売ってますよね。あ、そんなんも活用いただいて、はい。私、ほんまやったらこれ裏ごした梅を使った方がこう馴染みやすいですよね。ああ、なるほど、うん、種抜いて一回裏ごしたやつを、あ、はい、使っていただいた方がいいですね。もしね、梅干し屋さんとかで梅干しのペース、梅ペーストっていうんですかね、はいはいはい、アナが売ってたらそれ使っても、そうですね、いいですね。余計なもん入ってないやつやったらいいですね。はい、はい、そしたらこれで、梅ドレッシングの完成です。完成です。はい、梅のドレッシングですね。はい、はい、今日採れた新鮮なお野菜、これはですね、グリーンリーフとサラダ菜とそしてレタスでございますね、はい、ここに今梅ドレッシングかけましたんで、早速お取り分けさせていただきます。はい、それではいただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。あ、そんなに梅って感じでもないですね。そうですね、うん、梅の塩分量が若干高かったんで、うんうん、量減らしたじゃないですか、はい、で、低塩分の場合はもうちょっとこう梅の量が多くなりますんでね、うん、なるほど。いや、でもさっぱりしてすごい美味しいです、うん、まあ、さっぱりして、ね、暑い日にたまらない感じですね。あ、そうですね、クエン酸も取れるし、うん、うん、いいですよ。で、時々ところどころ梅肉の肉が残ってて、またそれがカリッとして美味しいです。あ、よかったです、うん、この梅肉ドレッシングはほんまに万能なドレッシングなんで、うん、あえ物にも使えますし、うん、先ほど言ったようにささみとひじきのあえ物とかね、うん、あと、うん、胸肉なんかも蒸してこれかけたら美味しいですね。あ、美味しいですよね、
はい、皆さんもぜひともこれからね、はい、暑くなってきますんで、こういうドレッシングでサラダなり、またその、かしわの胸肉を蒸してかけたり、いろんな、はい、手法でお楽しみくださいませ。はい。はい、ごめんなさい。そうめんも良さそうやなと思います。そうめんいいですね。はい、さっぱりしますね。そうめんにも使えるし、もう、まあ、いろんな、まあ、調理法がございますんで、皆さんもいろいろお楽しみいただけたらなと思います。はい、はい、今日の動画をご覧いただきまして、よかったなと思われたら、ぜひともチャンネル登録ですね。はい。そして、いいねボタン。はい、いいねボタン。どうぞよろしくお頼み申し上げます。よろしくお願いします。本日はご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画まで皆さんごきげんよう。